残酷な宇宙の時間は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第10シリーズ第11話。スティーブン・モファットが、脚本、レイチェル・タラ・レイが監督を担当し、2017年6月24日に BBC1 で初放送された。批評家からは絶賛を受けた。本作は、字の終わりが最後の登場となっていた6代目マスターが再登場し、 劇中にマスターが二人登場する番組史上初のエピソードとなった。また、1966年のザ・テンス・プラネットが最初で最後の登場となっていた惑星モンダスの最初のサイバーマンも再登場した。12代目ドクターは友人ミッシーの会心をテストするべく彼女と共にビールポッツとナードルをブラックホール付近で 救難信号を発する巨大な宇宙船の1056階へ送り込む。ビルは焦燥した乗組員に打たれて、重傷を負ったところを白ずくめの集団に連れ去られ、ブラックホールから遠く時間の流れがドクターたちのいる、キザ橋よりも早い霊界に軟禁される。白ずくめの集団は、後のサイバーマンであることが明らかになり、ドクターたちの救出も間に合わず、ビルは、 低層階にいた6代目マスターらの手により宇宙で最初のサイバーマンに改造される。ビルが改造された末になり果てたサイバーマンは1966年のザテンスプラネットのサイバーマンのオリジナルデザインと合致する。ドクターは金星流愛気道を披露している。これは3代目ドクターが1973年のザグリーンデスで最初に使用したものである。また、 金星流空手はインフェルノで登場した。マスターは変装が好きだと述べているが、これはテラー・オブ・ザ・オートンズで電話技師に変装して初登場したことに由来する。また、彼は以前首相だったと述べており、これは第3シリーズでの選挙期間を通して首相に上り詰め、鳴り響くドラム、ラスト・オブ・タイム・ロードで首相ハロルド・サクソンとしてドクターと敵対していたことを指す。 エピソードの現代ワールドイナフタイムは、アンドルマーベルの死ヒズコイ・ミストレスの一文、ハット・ウィー・バット・ワールドイナフタイム、ディスコ・ニス・レディー・ワー・ノー・クライムに由来する。残酷な宇宙の時間の台本の読み合わせは2017年2月21日に行われ、主要撮影は2月24日から3月28日まで続いた。2017年3月6日には、 ザ・テンス・プラネットに登場したオリジナルのモン・ダッセイ、サイバーマンが第10シリーズのフィナーレに再登場することが明かされた。2017年4月6日、BBC は、ジョン・シムがマスター役で第10シリーズに再出演して、後継者のミシェル・ゴメスと共演することを報じた。これは二人のマスターが同時に登場するという番組史上初の出来事であった。 リアルタイム視聴者数は337万人で、第10シリーズで最も低い記録の一つとなった。しかし、番組視聴選挙率は22%を記録し、同時間帯に放送されたテレビ番組と比較して良い、結果を残した。タイムシフト視聴者を加算すると視聴者数は500万人に、上り、アプリシエーションインデックスは85を記録した。 これは12代目ドクターのエピソードでは第8シリーズのネザースフィアと並ぶ最高スコアであった。日本では放送されていないが2018年3月31日にフールーで残酷な宇宙の時間を含む第10シリーズの独占配信が開始された。残酷な宇宙の時間は批評家から絶賛され第10シリーズで最高のエピソードに位置づける声も多かった。なお、 クリフハンガーの直後に次回予告を流した点について、BBC には批判が寄せられた。SFX のブラッドリー・ラッセルは本作に星4つを与えた。彼は本作が期待との勝負であったと主張し、SF の恐怖とホラーのミックスであるとしたが、すべてがやや場違いであるとも感じた。しかし、彼はエピソードの結末と、 それがいかにフィナーレのエピソードを見るための十分なモチベーションを与えたかを称賛した。彼は冒頭の南極での再生シーンが答えの与えられない安っぽい戦略だと主張したが、ミッシーがドクターの立場に立つという展開がはるかに興味深いものだとした。また彼はいくつかのシーンが小さな子供には見せられない境界にあると指摘したほか、あまりにもゆっくりとしていて、 説明で埋められているシーンもあると指摘した。イグンのスコット・コリューラは本作に9.0点をつけ、エピソードを通してミッシーが成長した後に、最終的にマスターとして描写されていること、スティーブン・もファットが番組の名前を脱構築したことを称賛した。彼は本作をシーズンフィナーレのための壮大な準備として称賛し、マスターとミッシー自身のようにこのエピソードは二面性の あるモンスターのようなものだが、第10シーズンを力強く締めくくるような良いものだと指摘した。彼は主要人物と脇役を称賛し、エピソードが壮大な SF のコンセプトやユーモア及び、恐怖などで満ちていると主張した。ニューヨークマガジンのロス・ルーディガーも本作に極めて肯定的であり、スティーブンもファットの脚本を称賛した。しかし、マスターの登場が、 BBC から早期に明かされていたためジョン・スミスの変装を見破るのが簡単だったと指摘もし、明かされていなければ想像もできず強力なシーンになっていただろうに、と述べた。また、彼は冒頭の再生シーンが視聴者の注意を引きつけることに成功したとし、嘘という支配で登場したダミーの再生よりも良いものだったと評価した。さらに彼は、 ピーター・カッパルディの人気で実績を積んだレイチェル・タラレーの演出を高く評価した。ラジオ・タイムズのパトリック・マルケーンは本作に満点を与え、ビルのサイバーマン化や終盤での暴露は、ジャッキー・タイラーのサイバーマン化や、オズウィン・オズワルドの正体がダーレクであるとの暴露、以上にパンチが効いていると評価した。彼は、残酷な宇宙の時間の結末は最高だ。 スティーブン・モファットの脚本が二つの暴露の場面の間を巧妙にカットし、監督のレイチェル・タラレイが巧みに撮影していると述べて、レビューを締めくくった。ありがとうございます。